ありがうござこんにちは。ズイッコです。それでは今回なんですけども、キャッシュレススマホ決済キャンペーンまとめ11月ラスト各社 10%20% 還元などということで、今週もやってきましたキャンペーンまとめ動画ですね。今回は11月25日から11月30日までの来週6日間で開催される主なキャンペーンをピックアップして簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。まあ、来週は1日だけ12月がるんですが、この動画では省きますので、ご了承ください。 まずは PayPay ペペですね。こちらのラストのシュートになりました。街角 PayPay 第1弾のキャンペーンですね。こちらキャッシュレッショ者還元の5%のお店であれば、最大で10%還元されるキャンペーンとなってます。ちなみにまあ来月の街角 PayPay ペペの場合は、確実に10%が戻ってくるというわけでもないので、ぜひですね、行こうかなって検討していたお店があれば、今のうちに利用してみるのもいいと思います。 次にペイペイモールでもキャンペーンが開催中です。最大で20%還元されるということで、ストアによっては20%以上還元される商品もあったりします。こちら来年の1月31日まで開催中です。もしですね、ペイペイモールを利用する場合は、ポイントサイトを経由して購入することをお勧めします。一応下にリンク貼っておきます。そしてペイペイフリマでも最大20%還元のキャンペーンが開催されてます。こちらの期間は来月の12月25日までとなってます。次は楽天ペイですね。楽天ペイでは全店舗対象期間中ずーっと5%還元のキャンペーンが あと少しとなりました。期間は12月の2日まででして、こちら専用ページでエントリーが必要となってます。キャッシュレスション者還元はそうでないお店でも決済をして、最大5%まで還元を受けることができます。まだこの第2弾のキャンペーンの発表がまだでしたので、まあ、発表され次第また動画にしたいと思います。次、楽天ペイではこちらもですね、5%のポイントバックキャンペーンです。こちら期間があと1週間と少しになりましたので、まあ、一応こちらも赤い文字にしました。わたみグループのお店であれば5%楽天ポイントがもらえます。 ちなみに先ほどお伝えした期間中ずっと5%還元のキャンペーンと合わせて使えるので実質10%楽天ポイントが還元されます。 次に D 払いです。D 払いでは現在対象のセブンイレブンにて10%還元のキャンペーンが開催中です。こちらもラストの週となりまして、期間は12月の1日までとなりました。10%還元を受ける条件としたら、一度に税込み700円以上の購入が必須です。けどセブンイレブンの場合はキャッシュレッシュー者還元2%のお店もたくさんあるので、その場合は715円以上くらい購入すれば条件を満たすことができます。 まあもしですね、セブンイレブンで715円以上何を購入すればいいか迷った時は今流れてる映像を参考にしてみてください。まあぜひですね、この商品5つ購入してホットコーヒーと合わせて食べたらもう D ポイントの還元を受ける以上に、まあとても穏やかな気持ちになります。 次はメルペイですね。現在メルペイではススメルペイというキャンペーンとメルペイスマート払いというキャンペーンが開催中です。まあ初めてメルペイを利用される方向けのキャンペーンで招待コードを使ってメルペイを登録したら招待した方と招待された方にそれぞれ1000ポイントが入ります。そしてメルペイで初めてスマート払い、いわゆるその後払いを使って決済をしたら1000円分のメルペイのポイントがもらえるのでメルペイデビューの方は要チェックなキャンペーンです。まあこのキャンペーンに参加するためには必ず本人確認が必要なのでここはお忘れない 次は LINEPay ですね。LINEPay ではドカッとこう LINEPay のクーポンが出ています。パッと読み上げると、ベルク、コモディ、イーダ、ドラッグストア、セキ、トレファクグループ、松本清志、くら寿司、福岡限定クーポンということですね。まあ今出てるこのクーポンに関しては、松清以外に関してまあ今月までとなってますので、お近くによく利用する店舗がある方は、ぜひですね、お忘れず使ってください。 あと、オリガンペアはこちらですね。その場で3%オフのキャンペーンも開催中です。期間は2020年の1月31日までで、最大でも8%即時ポイント還元も受けることが可能となっています。 そして残りのクイックペイや、ま、カード関連のキャンペーンですね。JCB で20%還元。あとはアメックスに関してなんですけども、あなたの街でのスーパーのキャンペーン。そして大手コンビニ4社でのまあ、ま、15%キャッシュバックキャンペーンが、ま、来週でラストとなりました。なので、もしですね、オファーが来てる方は、ここに関してはお気をつけください。そしてあとは水穂の20%還元と、三井住友の20%還元ですね。最後に、ペイ関連の日程のまとめです。上から街カードペイペイは1 1月の30日まで。ペイペイモールの最大20%還元は1月の31日まで。ペーペーフリマ 最大20％還元は12月の25日まで、楽天ペイの最大5％還元は12月の2日、そして対象店舗の5％ポイントバック渡見グループに関しては12月の2日、D 払いのセブンイレブンの10％還元のキャンペーンについては12月の1日まで、デメルペイのススメルペイのキャンペーンやスマート払いのキャンペーン終了日未定、そしてオリガイペイは最大8％還元は来年の1月31日までということですね。キャンペーンのまとめは以上で、今週のちょっとした小話です、す今週のキャッシュレス関連のまあ話題といえばつい先日ニュースにもなりました。 楽天カード、楽天ペイの不具合ですよね。まあ、これ影響を受けた方っていらっしゃいますかね。まあ、僕も楽天カードよく利用してますが、ちょっと驚きました。まあ、現時点ではクレジットカードでのお買い物ができたり、楽天ペイでの決済は可能ということです。ちなみに、クレジットカードの申し込みや借り入れ、あとは楽天カードの会員しか見れない楽天 E ナビや、楽天カードのアプリには入れないと公式ページには出ていました。そしてま、原因としたら、九州電力の子田会社の QT ネットというと ところが予備電源装置の切り替え作業を行った際に突然電源が落ちてサーバーが停止したということでしたいやびっくりしますよねさすがにけどまあやっぱりキャッシュレス決済の場合はこのような予期せぬことが起こりうる場合もあるのでやっぱりこう万が一に備えて対策も必要ですよねまあ、他のペイサービスもしくは電子マネーを使うとかまあ、現金を常備するとかあとはキャッシュカードがなくてもまあ、現金を出すことができる無料送金アプリのプリンを使うとかまあ、今一度そういったのを考えておくのもいいのかな と思いま,すまあそんなこんなで今回は11月の25日から11月30日で開催されるキャンペーンのまとめとちょっとした小話についてお伝えさせていただきました。一応今回お伝えしたキャンペーンのリンクなど下の概要欄に貼っておきますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということでまた明日月曜日からも頑張っていきましょう。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 仕切った。